皆さん、こんにちは。恵美子芝村のふわふわチャンネルです。イエーイ。このチャンネルは明るく楽しく史上最速で幸せになっちゃうふわふわの魔法をお届けしています。はい、皆さん、今回はですね、なんとなんと大物ゲストに来ていただいております。じゃじゃーん。イエーイ。自己紹介をお願いします。アジメト少年組ゲドムです。今中学3年生で14歳です。不登校で学校には行ってないんですけど、今いろんなことに挑戦したり、やりたいことを全力でやって毎日を楽しく幸せに生きています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ゆたぼくんはなんかチャンネルもやってるんでね。あ、そうですね、 YouTube ね、少年革命家ゆたぼんチャンネルっていうのをやっているんですけど、うん、でさっきね、あの動画撮らせていただいて、うん、本当すごく楽しかった。 ありがとうございます。そうございます。では、あの俺のチャンネルでもさっき言ったんですけど、はい、こちら斉藤ひとりさんの皇帝ペンギンをなぜ生き残ったのかっていう絵本、うんうん、これ俺が物心つく前からもうずっと親父に読んでもらってるんですよね、うん、ちょっと、はい、見せていただいていいでしょうか。ここなんかすごいです。これすごいね。ここに箱を感じるね。このページ相当読んだね、これね。本当に一緒に出ます。あ、言ってみる、うん、はい、じゃあ天国の天国なんです。、はい、じゃあ行きます、せーの。ついてる、嬉しい、楽しい、感謝しています、幸せ、ありがとう、許します。これです。これ本当にもう俺これ好きなんですよ。大好きです。いやー、これはみくりさん脳になってますよ。もうここの本から学んだことは大きいね。いや、そうですね。よかったら買ってください。買ってください、お願いします。この若い人たちにね、ひとりさんの息吹が入ったというね。えみちゃん、めちゃくちゃ嬉しいな、うん、ぜひね、少年革命家ゆたぼんチャンネルでもこの話してるんで見てください。いや、ぜひ見てください。お願いします。はい、じゃあね、今日ね、ゆたぼんくんにいろいろ話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。ゆたぼんくんはね、小学3年生の頃に学校行きたくないとか思っちゃって行ってなくなっちゃったんだよね。なんで不登校になったかっていうと、小学1年生と2年生の時はもう普通に毎日楽しく学校に行ってた。行ってたんだ。行ってたんですよ。ほうほう。3年生の時に、なんで学校はあるんだろう、なんで先生はいるんだろう、なんでみんなと同じ時間にトイレに行かないといけないんだろうとか、そういうのがどんどんどんなぜどうしてが増えてきて、でそれで周りの子と同じ行動することに疑問を持ったんですね。あー、すごい。でそれで、まあ、俺もみんなと同じことするのが嫌なんで、うん、学校行かなくなったんですよ。どうか沖縄に引っ越してきて、自由楽しく過ごしています。なんかもうね、ひとりさん乗り移っちゃってる感じだこれ。私ね、この会う前にね、ちょっと噂を聞いてたんですよ。学校行かない子がいるんだよって聞いてて、あ、そうなんだって。私普通の人と違うから、はい、あんまりそれ聞いても驚かないのよ、うん、でもなんかちょっとひとりさんに似た感じの子だなってちょっと思って。そうですか。それでちょっと私もゆたぼんくんの YouTube 見たんだけど、はい、この子すごい冒険が好きで、そうですね、なんか楽しいこと好きで、そうなんです、ね、笑顔がいいし元気がいいし、なんかひとりさんと小さい時に似てるやんかみたいな感じでね。いや、嬉しいです。あのね、明るい、このエミちゃんのふわふわチャンネルのコンセプトは明るく楽しく史上最速でふわふわになっちゃう。やってる。やってる。それで6年間どんなことに挑戦していったの。そうしたら、あ、そうですね、まあ、小学2年生の終わりぐらいに YouTube を始めたんですよ、うんうんうん、兄弟3人でお笑いの動画とか撮ったりしてたんですよ、うん、どん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 撮り続けることによって YouTuber になりたいと思って。あ、そうなんですよ。で大阪から沖縄に移住したんですよ、うん、不登校の子とか、うん、学校に行きたくなくて自殺しちゃう子が多いっていうニュースを見て、うん、それどういうことやと思って、うん、不登校はこうじゃないっていう動画を YouTube にアップしたんですよ。えらい。でも全然見られなくて。あ、そっか。じゃあどうしたらみんなに見られるだろうって思ったんですよ、うんうんうん、新聞社とか、うん、テレビ局に手紙を書いて出そうと思ったんですよ。すごい。取り上げられたらみんなに見られるかもと思って、そうそう、琉球新報っていう新聞社に、うん、取材が来て、でそれで取材を受けて、うん、で5月5日の子供の日に琉球新報に掲載されて、そっからね、みんなに見られるようになって、他にもテレビ局とか取材に来て、うん、あ、そっから来るようになった。もういっぱい来るようになった。やったじゃん。でそれで、うん、今もう YouTube のチャンネル登録者数がありがたいことに15万人以上。すごいじゃん。皆さんよろしくお願いします。今は、はい、その
YouTube をやりながらまだなんか挑戦してることってあるの？そうですね、オンラインのフリースクールみんなの学園で、まあ、勉強したりとか、そのフリースクールってどんなことやるの？みんなの学園では小学1年生から中学3年生までの勉強ができるんですよ。まあ、数学とか国語とか社会とか理科とかもう自分の学びたいことは学べて、いいねそれ、本当にいいんですよ。えみちゃんも小さい時それあって入ってて楽しみになりたい。あとはあの日本一周とかこんなしたんですよ。ダモンスタリー号っていうトラックで日本一周をして47都道府県全部回った、いろんな人に会ったりして美味しいもの食べたりとか、挑戦って大事なんで、やっぱ自分のやりたいことを全力でやるっていうのが大切だと思うので、それもちょっとね、ごめん、ひとりさんに似てるの。全国回ったって言ったじゃん。はい、私たちも、はい、ひとりさんと出会ったら旅ばっかりしてたんですよ。そういう中で私、言いたいことがあるのはさ、ゆたぼんくん見てね、安心しちゃったことがあるの。YouTube 見て。なんか、明るくなった。この明るさと、その笑顔があれば、何でも克服できるんだよ。うつの子とかさ、いっぱいいるじゃない。あ、そういう子たちってさ、ね、明るさとか楽しさがなくなっていくから沈んでいって自分の殻に入っていっちゃっていくんじゃないかなって思うんだよね。そうですね、今日ね、本当にゆたぼん君に会ってすごい良かったし、でまたなんかね、やりたいことがあるんでしょ。そうですね、やりたいこと、今もボクシングやってるんですけど、あ、ボクシングね、プロボクサーになったりとか、世界目指したりとかしたいし、本当にもう今もうすごい楽しいんで、ボクシング、これから新しいね、なんか挑戦したい人たちいると思うんだよ。このね、動画を見たら俺たちも私たちもやりたいよっていうね、なんか挑戦したい、皆さんに向かって何か一言お願いします。よし、新しいことをやろうとしても、まあアンチとかが出てきたりとか、できないできないとか言ってきたりとか、本当に成功するのかと思っちゃうと思うんですけど、でもやっぱり何事にもやってみるっていうことが大切だと思うんですね。笑顔で自分のやりたいことをやっていったらいいと思います。はい、やっぱり捉え方だよね。そうですね、楽しいか苦しいか、やっぱり楽しいからこそ続けられるんだよね。そうですね、皆さんね、アンチ言ってる人のこと気にしない方がいいよ。好きなことだけやってて成功するやつ少ないとか言う人いるよね。そうですね、でもね、関係ないの、言ってるその人が起きるだけなんだよ本当は。そうです、だからそのね、言葉に惑わされちゃダメだよ。はい、それを気にしなきゃいいんだから、気にしなきゃ全然シャットアウトなの。エンちゃんはそれを圏外ボックスに入れちゃうって、聞かない聞かない聞かない、圏外ボックスに入れちゃってるから聞こえない。はい、アンチの人のことをね、クリアするんだったら、はい、その人は自分が言ってること、自分に起きること知らないんだなって思う。あ、それでもう一つ言うと、そういう人ってさ、未熟じゃん、アンチの人って。私たちも未熟だよ、未熟だけど、その人も未熟なんだよ。未熟な人たちって伸びしろ大きいんだよ。その伸びしろがさ、自分に来ちゃったと思うというか、その人のさ、伸びしろが私に来ちゃったらさ、すごい得じゃん、アンチのこと全然気にならなくなっちゃうんだよ。そうですね、だからね、あのみんなね、挑戦するときは自分のね、楽しいワクワクの方はね、そうですね、ね、あのゆたぼん君が言ってくれたそっちの方に行ってくださいよ皆さん。プレゼントがありました。何何、こちら俺のね、麦わら帽子についてるビーズバッジです。かわいいじゃん、これ手作りなんですけど、すごい、え、すごい、一つ選んでください。ピンクか、私好きなんで最近。了解です。愛の色よ、ピンクは愛の色ですよ、ラブリーな色よこれ。いや嬉しい、これいただき、これ普通売ってんの？売ってないです。売ってないの、すごい。これね、買ってた仲間なんですよ。これ見てる、これみんなかわいいよ、このイヤリングみたいな。これイヤリングを作る、あ、違うっつうの。エンちゃんからも、プレゼントありました。え、マジっすか。はい、このひとりさんと京ちゃん、調子でも言い続けるというね、本もうこれ、出たばっかりなの。マジっすか、ありがとうございます。ぜひ、いやもう読みます、はい、とありがとうございます、ちょっと一応サインしてたよ、マジっすか、はい、うわすごい、ここだけに入らんかってサインをしました、ありがとうございますね、はい、はい、じゃあね、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ今日は、はい、コラボありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました、楽しかったです、よかったです、はい、はい、皆さん、この動画良かったと思ったらいいねと拡散、シェアもよろしくお願いします。お願いします。ゆたぼんくんもチャンネル、少年革命家ゆたぼんチャンネルも見てくださいね、はい、皆さんお願いします。それからえみちゃんのこのコーナーにコメントもお願いします。お願いします。いや、今日は本当嬉しかったし楽しかった、本当楽しかったです、ありがとうございました、バイバイ、バイバイ。